トラビスさんと妻のテリーザさんは思いがけない再会にはっと息を飲みました。そこにはもう二度と会えないと思っていたかつて助けた鹿の姿があったのです。二人のことを忘れていなかった一匹の鹿、その姿はトラビスさんとテリーザさんを驚かせ、彼らの心はじんわりと温められたのです。アメリカのカントリー歌手トラビス・トリットさんはジョージア州のハイランで暮らしています。グラミー賞を受賞するなど歌手として素晴らしいキャリアを持つ彼の自宅、敷地は広大で美しい庭やプールもあるお気に入りの場所です。そんな素敵な家にある日一匹の鹿が舞い込みました。まだ赤ちゃんで一人ぼっちです。どうやら母親とはぐれてしまったようでした。どうすればよいかもわからず途方に暮れた様子の赤ちゃん鹿、十分に栄養が取れていないのでしょう。すっかり弱ってしまっていて元気がありません。妻のテリーザさんはそんな赤ちゃん鹿が心配で仕方ありませんでした。まだまだ小さく誰かの手助けが必要なのです。本当なら母親の力を借りながら生きるための術を学んでいくのです。この子はこれからどうなってしまうの？テリーザさんはどうしても放っておくことができません。この鹿をオークリーと名付け、元気を取り戻すまで敷地の中でお世話をすることに決めました。それは大変でしたが、後から振り返ると美しい思い出となりました。オークリーの仕草に夫婦で微笑み、少しずつ元気になるたびに手を取り合って喜びます。トラビスさんとテリーザさんはオークリーを我が子のように大切に育てました。そしてすっかり回復したオークリーは自然へと帰っていったのです。それからも二人は時々オークリーのことを思い出しました。寂しいけれどオークリーが自然の中で元気に暮らしていてくれることが一番です。二人はもうオークリーに会うことはないだろうと思っていました。ところがあの思い出の日々から2年後、オークリーが突然トラビスさんの家の敷地にまた姿を現しました。懐かしそうに植えられた植物の匂いを嗅ぐオークリー、堂々としたその姿にトラビスさんは嬉しくなりました。オークリーは二人の手を離れ森の中で立派に暮らしているのでしょう。まるで恩返しのように今の姿を見せにやってきてくれたのです。そしてさらに1年後、オークリーは再び姿を見せました。今度はそっとトラビスさんの後ろからやってきたオークリー。トラビスさんが優しくその体を撫でると嬉しそうにトラビスさんの腕を舐めます。オークリーは懐かしいトラビスさんともう一度触れ合うためにやってきたのです。いつの日かオークリーはまた姿を見せてくれるかもしれません。今でもトラビスさんとテリーザさんへの感謝を忘れていないのです。時々元気な姿を見せてくれることを嬉しく思うトラビスさんたち、この温かな交流はまだしばらく続きそうです。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。